沖縄来てるわ。俺以外は来れるわけないからな。同じメンバーでも俺だけ沖縄に1週間のうち5日間空いてるから来れるのは。北海道も来ましたっけ。はい、あ、その時もね、猫背って教えてやりましたね。はい、座立ってることが多いんですか、座ってることが多いんですか。うわぁ、どっちだ、す寝っ転がってることが多いですね。ごめんの答えが入ると思います。なるべく同じ姿勢じゃない方がいいんで。ああ、そういう理由なんですね。動かした方がいいですね。ああ、すごい3人がかりでね。疲れたね。ああ、もう47都道府県回って最後だから疲れたね。うん、張ってます。そうですね。そうですよね。ちょっと張ってるみたいな強め。ああ、わかりました。いや、強め。確かに、日野さんぐらい張ってるかもしれない。マジ。やっぱそっか、同じようなスケジュールこなしてるから移動がね。そう、ちょっと全然同じぐらいでやってあげてください。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、あ、ダメ、骨下手です。下手です。骨って言わなかったよ。骨って何。骨が嬉しいって言ったよ。下手です。マッサージいただくと一緒。あなたの体が取ってないんです。疲れてないんです。あなた、どう最後、え、ファイナルどう、頑張る。頑張る。頑張る。頑張ることにする。頑張ろうか、最後ね。本当に待ってるもんな、全部ね。4つぐらい行かしてもらったかな。今月も北海道時々来てる。そう、寒暖差で一回整いましたね。逆だから。そう、寒くなってから暖かくなることあんまない。サウナみたいに立ちた。ちょっとリハやっていいかな。え。あ、そうかそうか、そろそろリハなんだよ。あ、そうだ。うん、君も遊びなのかもしれないけど。リハなんだよ。まあ、頑張るか。そうか、そうなんだ、頑張るんだよ。あ、働いてんだっけ。え、働いてんだっけ。ギリね。あ、そうかそうか。ごめんごめん。ちょっと強めでお願いします。頑張ってね。じゃあここからフル尺で回すんだよ。回すな。終わり終わり終わり。これマッサージの時間、フル尺で回す。マッサージでた時間、じっくり楽しんで。頑張って。これで一生回すんです。ちょっと待って。関係ないのに。ルカさんは。ルカスのマネージャーなんです。ファンなんで。この前北海道土産みんな食べてました、ね。あ、そうそう、いただいた。もらったお土産のカニをみんなで食べて、うん、それも明かしましたよ、誰からもらったかみたいな。あ、そうなんですか。はい、この間からうち来てくれて、はいはいはい、で、僕の大掃除手伝ってくれて、あ、うちの断捨離を、いらない服という服の選別をやってくれて、いやいや、全部捨ててました、僕の服。追いはぎやってるんですか。追いはぎやりました。訪問の、訪問型の訪問型の。サブチャンネルでね、いくらも食べてましたもんね。はい、すごいね、本当に全部見てくれてるんですよ。いや、見てますよ。何言ってんすか。でも、うちにヒロが来た動画は多分メインに上がってます。上がるっすか。はい。あ、じゃあこれ、まあこれ、この素材がどうなってるか分かんないけど、ちょっと分かんないですけど、まあ、多分上がんないだろうな。鬼満喫してるだけだもんな、だって。そう、全然沖縄とかじゃないもんね、これ、なんか東京でも別にね、景色としては僕まだ海は見てないですからね、沖縄来て。沖縄満喫してますね。そうですね、水気少ないですね、ここ。沖縄の方は今いらっしゃいますよ。え、本当ですか。沖縄です。はい、あ、本当ですか。はい、やっぱ沖縄はいいですか。いやー、めちゃくちゃ住みやすいですね、やっぱ地元ですけど。あ、住みやすいですか。東京の方が便利ですよ、多分。東京って5年くらい住んでたんですけど。あ、両方わかるんですか。やっぱりこっちがいいですね。ああ、そうなんですね。はい、東京の方が便利ですよ、じゃないんですよ。5年くらい住んでましたの、まさかがあったんですけど、東京の方が便利ですよ、じゃないんですよ。そこはマジで。なんで急にそんなこと言うんですか。結構沖縄の方ともこの2日間飲んだんですけど、移住してる人は結構多くて。いや、多いですね。そう、ちょっと都会疲れとか、海が好きで、うん、すぐこう潜りたい時に潜りたかったんでみたいな。移住したいですね。素敵な生き方だなと思いました。でも東京の方が絶対便利。別に
便利さで沖縄選ばないですから別に逆に沖縄も素敵な人生だよなそれ。部屋です、部屋の時間です。部屋知ってるよ、そう、部屋なのやりよこえ、どういうこと部屋でぶつけ本までできない人え、マジで部屋もいや、リハはやっとこう。行かれちゃってるじゃん。まあ、リハやベースのノブです。ベースのノブです。もう分かってます。初めまして。いやいや、初めましてじゃないっすよ。北海道で飲みました。ギターのテルです。ギターのテル。いやいやいや、昨日もお寿司食べました。音聞こえるか。喋って。ああ、ありがとうございます。ここまでですよね。J.Y. パーク。表で。すっごい。なんも聞こえない。マイクストップしてくれないと不安でしょうがない。はい、どうも。あの、ワン、ツー、スリーまでカウントします。入っていただければよくて、はい、何を、歌うってことですか。曲名が書いてない。よろしく。はい、では行きます。何か行きます。みんな見たらだから。みんな見たら。え、ヒロだけじゃない。見方。そんなことない。大丈夫。絶対大丈夫ですよ。まあお立ちだったらもっと入るから。これの伴奏するためにみんなプロやんなきゃいけないでしょ。みんなこういうやりたくて目指してる。こういうやりたくて目指してる。俺で。なんで一回もうオッパカンナムスタイルで挟む。オッパカンナムスタイル挟む。すごいわ。あれ楽しかったのね、さっきまで。え、楽しくやってくるよ。ここ1000人入るでしょ。うん、1200売り切ってますからね、今日。そうそう、うん、ソールドなんで。今日ソールドなんで、よろしくお願いします。ドラム大丈夫です。ドラム大丈夫です。ちょっとピッチが
くなってたんピッチが速いピッチって音程じゃなくて緊張しすぎピッチが速いです、ね、あ僕が、はい、ちょっとピッチが落ち着いピッチが速いじゃあピッチちょっと抑えめ、はい、分かりましたあとなんか大丈夫ちのぶさん泣いてましたねいや褒めてるだろレースが泣いてた泣いてるレースが泣いてたドラムがピッチが速い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 ね見たわ大丈夫見たわあ大丈夫お水とか飲みますか大丈夫体調の心配じゃないお前が心配じゃなくてじゃあメンバーライザー座りますかはいあ石井くん石井くん石井くんやばいってマジでやばすぎるだろ汚染が思うよ全員いる石井なんだろやばすぎるでしょいや暗くなるってなんで下がんだよ上がれよ上ごめんなさいね、本当に。ついてちゃダメです。間違えました、ついて。大丈夫かな間違いでしたかね、やっぱ。間違えてますよ。やっぱって言っちゃった。いやいや、僕は別荘って言ってる。頭おかしいから。そう、タコスいただいてますよ。タコライスじゃん。タコライス。いただいてる時にメス歌ってるもんね。はい、そう。いただいてたら、ヒロさん呼んでます。ヒロさん呼んでます。タコスそっちじゃないですか。え、その、ちょっと、まず今どっちで考えてるの？あ、メイクもあるんで時間が。じゃあ今どっちで考えてるの？メイクもあるんで。まあああいうの動画として撮ってくれてありがとうね。ユミさんちょっと先メイク。先メイク。いやまずい気がしてきて。すいません。もう認知されてる。すいませんいつも。ちょっといい感じに。やりますか？はい。やります。出番前に。ファイナルですかね。どう考えてる？どう考えてるか共有しといて。いやとりあえずメイクの時間、メイクさんとちょっと話して。どんな感じがいいか、自分の理想を伝えて。まず僕からやるっていうの意味あるんですかね。まずメンバーを立たさしておいて。出番。いや、出番は多分ないんですか。どうしますか。どうしますか。人生の話ですから今後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 確かに今のところ瞑想してますもんね2回目ですもんね俺メイクしてもらうのはいあそうだ埼玉で埼玉一緒に行かせていただいて確かにメイクだけしてモルクしにいいですねなんか結構センス爆発系な感じセンスすごいなこの人みたいなちょっとこう前髪重めの米津さんみたいな感じみたいなセンス爆発系最近はセンター分けにしましたおなじみのおなじみではね身長がびっくりするぐらいでかいのびっくりするが大きいお立ち台立ってるギターと一緒ですもうあれですよあのメンバーの方は優先でお願いします進捗の妨げだけはしたくないんで僕どんだけふざけたとしてもやばいっすよねなんか現実味を帯びてきてる感じやばくないですか、うんうん、あ、今日出るんだいや、出ないですよ、多分結構声出たんで、大丈夫かな服どうする出ないでも全然大丈夫全然大丈夫本番後ちょっと滑舌だけちゃんとしてもらえるか服どうします待ってくださいスタイリストさん服どうしますどうするんですかね俺が出てってそのキャーとかならないから
誰ってなる。なるでしょ。みんな見てんのか。で見てない。あなたが見てるだけなの。あなたおよびマイファスのこのスタッフさんとかが見てくださってるってだけで、客観視しようもっと。え？マイファスチーム客観視しよう。自分を客観視なんかしちゃダメだ。かっこいいな。ロックバンドだなちゃんと。外に写真撮りこで。行きましょう。あそう。アーシャアーシャアーシャ。えマジっすか。俺のっすか。意味は分かんないですよ。そうっすよね。意味は分かんないです。どうしようかしら。パーマっぽくは一応しようか。ちょっとパーマに合わせた。編み込みとかしよう。あいいっすね編み込み。ちょっとなんか沖縄感じるかな。すぎる。だから俺らがだって歌ってる時もさまだちょっと最初の方は違うんだよ。だからその間に編み込んでもらうことも全然できる。ちょっとそのイメージとしてだけど。もう出そうみたいになってる。だからとりあえず30日に戻ってくる、うん、そこの話してねえんだよ。30日に戻ってくる。今旅行の話してないから。いいよ。一時期のバクトみたいな。いつのあの頃のデコピンで瓶割ってた。歌番でデコピンで瓶割ってた頃のバクト。頃のバクト。仕上がってるね。ツアーファイナルに向けて仕上がってるね。仕上がってるもん。いや俺ファイナルじゃないから。ファーストだから俺は。こっからじゃあ回ってくと。初日初日よ。俺初日。お前初日だって。お前初日。俺初日。嘘。うん、俺初日にして最終日だから。最終日じゃあファイナルじゃねえかよ。今人気モデルの Vlog 見てるみたいな。本当だよ。一日のルーティーンみたいなやるね。ルーティーン動画ねえ。こんな日ないよ。話終わっちゃった。こんな日ある？あるわけないだろ。こんな日あるでしょ。人の彼で沖縄来て、プロのバンドマンとアイマーメス歌う日なんか来ないんだよ。二度と。そっか。そうなんですね。そうか。リアルに。いや、僕はまだリアルじゃないと信じてます。やっぱりまともな人間になってほしい。マイファスヒロにはまともな判断を下してほしいと思ってます。まともな判断ね。うん、OK。 ああ分かってくれました多分。OK。 全部組み立てました。47都道府県ツアーファイナル、うん、最後沖縄、はい、お客さん全部理解しました。1000人を超えていて、うん、ね、全部理解しました。来た人もいる。石井さんのおっしゃってる。分かります。くれました。分かんない子じゃないから、うん、話せばね。そう話せば分かる子だから。ちょっとねあのガッとなっちゃった時はあるけど話せば分かる子だから。ちょっとじゃあ気持ち作る時間もあると思うんで僕ちょっと。ねえよ気持ち作る時間なんて。どっちだと思います。こっちに出ます。いや気をつけてください。させられたことで一気に僕の緊張感は上がってしまいました。いや、もう目をつけて一回歌ってみて。マジでマジじゃん、こいつ。石井君かっこよくなってる。谷口さん石井君かっこよくなってる。ちょっと 0.2% って伺ってたんですけど。出演の可能性 0.2% ぐらいじゃないか。明日取り行こうと。ちょっとちょっと顔を重く見るかも。まあ後で今もうロケなんでそんなに。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。お願いします。行くって言われちゃう。どうぞ。ルカルカ、こんなことになってますよ。でもすっげーかっこいい。すげー顔がいいからね。ねセンス爆発感。顔がいいからマジで似合ってる。顔っぽく見えるもん。なんかバレエの人かもしれない。確かに。あ、やっぱミュージカル出たんですね。ミュージカル出たんですね。そのミュージカル、誰軸で組まれたミュージカルだったんだっけ。大橋本さん。なんで大橋本さんの軸に。そっちのバレエ。素晴らしい女優さん。なんでそっちのバレエ。確かに。その1年くらい前の動画で、オーシャンパシフィックのギックさん。はい。ロックバンドみたいな。はい。やってなんかフェスがとかどうやるの。ギックが今現実になろうとしてます。2人組で組んでた。組でした。
組だった。はい。いや、ちょっと表情どうにかなんないですか。なんか、ね、カウントさんになってる。カウントさん。クールクールという感じ。合わせるのか、顔なんかなんないですか。顔顔顔顔顔マジマジでやってる。顔顔マジでやってる。鼻ちょんちょんじゃない。あ、いいね、公平。こっち見なくていいかもしれない。あっちどっかなんかちょっと、あいつじゃんみたいな感じで。ひろきはこっち見て。やりすぎてる。やりすぎてる。人探しすぎてる。それ。ざけんなよ。助けみたいに。あの青いベンチャー。あ、いいね。いや、立ち方だよな。あ、いい。今いい。あいいでしょ。めちゃくちゃいいじゃん。最高だね。かわいい。犬かな。じゃあソロいらない。ソロやる。ソロやろう。じゃあディレクションしてあげてよ。あ、いい、そんぐらい、そんぐらい、あ、いいね。あ、いい。あ、めっちゃいいじゃん。この目を見て。あ、そうそう、ちょっとその、やる気ない。あ、いいね。口がね、ちょっと笑ってんな。思ったらさ、口聞こえてくる。ちょっと口緊張したくるの。で、口緊張。口緊張しちゃってるな。まあ、ちょっと上見てみる。あ、そうだ。あ、いい。その角度で締めは結構ありかも。で、もうちょい顔の角度こっち見てる。顔の角度。もうちょい。目が顔下。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 目が。あ、目バキバキだ。目がちょっと開きすぎだね。もうちょっとやりきらすぎ。あ、そうそう。下げて。で、こっちじゃあここに頭くっつけて、これでこっち見れる。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。やば。笑っちゃう。オッケー。めっちゃいい。めっちゃいい。最高じゃん。最高じゃん。遊ばれてます。大人たちに。アーシャです。プロたちが。アーシャですか。面白いを見つけました。アーシャですか。めっちゃいい。誰だって。これたくさん乗ってる。フォトスバイアットマークネッコゼフォトス。いいっすよ、逆に。3。いいよ。めっちゃいい。今回の役柄はみたいなインタビューみたいな。めっちゃいいよ。ここに真面目な文を受けたら最高の。真面目な長文書いて幸せってみたいな。めっちゃいい、楽しいこれ。ね、めっちゃいい。いいの。いやでもこれすごい笑っちゃうし絶対なんか照れちゃう。これをマジでできてるの尊敬する。いやそうだよね。うん、いやすごいすごい。みんなやっぱこう撮りますようになった時に顔パって決めれるからみんなすげえな。すごい笑っちゃう。みんな笑っちゃうもん。ヒロキに関してはそういうちゃんと写真撮るやつになった時痩せるからね。いやこれ不思議なのよマジで。いやなんか顔がちっちゃくなるすごいね。ヒロキは痩せる瞬時にちょっと今度データください。きついなんでだよ。やんねえ。なんでだよ。逆にこっちだけんだよ。だけんだよ。てめえにデータがいくと思うなよ。上司の絶対渡してくださいよ。なんでだよ。こっちだけんだよ。なんでだよ。オフィシャルだけんだよ。オフィシャルだけんなよ。俺一人こっちで管理してんだよ。アイマストストーリーでどうアイマストオフィシャルだけんだよ。今日これしか写真あかんないから。センキューサンキューナハッツ。サンキューナハッツ。はい。なんか今メンバー写真撮影って言って座ってたら何してんのって言われて呼ばれたんですけど、うん、本番前の、はい、そうですよね、最後にやるやつですよ、はい、
あれですよ、だからサッカーの試合前子供と入ってきて写真撮ってる状態で、ああ、もうそのままキックオフの感じのやつですよ、その状態ですよ、関係ない、これに入ってきちゃってるんで、グラウンドに出さないと、だからちょメンバーじゃないんですよ、いやいや、もうちょっとお願いしますいいね、はい、顔上ちょっと寄れる、はい、はい、センター、あ、いい、はい、はい、3、1、で横行こうか、はい、いくよ、はい、5、2、ラスト、皆さん笑顔ですのでよろしくお願いします、はい、そう、2、1、あざーす、あざーす、ナイス、ありがとうございます、いや、とんでもないです、これもうライブですよね、このまんま、これこの集団そのままステージ行くんですよね、そうっす、そうっす、いや、頑張ってください、いえ、出ねえですよ、出るみたいになってますよ、怖いんですよ、それずっと出るみたいになってるのが怖いんですよ、ちゃんとしろ、ちゃんとしろ、ぜひ、ノブさんだ、ちゃんとしろ、年上のちゃんとしろ、結構きつい、じゃあ、ちゃんとしろじゃないですか、じゃあ、俺がちゃんとしてなかったじゃん、プロとして、いや、ステージ上ではちゃんとしろよ、はい、グルだ、あ、いや、え、ラスト47問目、はい、これラストです、はい、沖縄キアルテギモショライバーズです、はい、盛大に楽しんで、はい、ガチのライブ前のやつ、絶対触らないです、全部作り上げましょう、はい、ナスキルト、はい、ナスキャーそんなこと絶対引くじゃん、こんなことしてんだ、毎回やってます、前半だけは一応始まるんだ、始まりました、見たことねえ、そんな感情でこれを見たことなかったな、はい、頑張って頑張ってきて、なんとなく決まってんの、この中ではない、メイク途中だ、いや途中じゃないですよ、今のうちにメイク受けてもらわないと、ちょっとちょっと待って、やばいじゃん、怖すぎ、ちょっとメイクのね、仕上げをそうっすね、ちょっとしてもらう、そうっすね、本当に出んのかな、そう一応やっといた方がいい、一応やっといた方がいいのか、もう腹を決めたりした方がいいか、そろそろ、そう、その出ないなら出ないでいいっすもんね、もう出ないなら出ないで、もう出る時の、まあでもできる準備は、ね、しといて、そんなにこれちょっとですよ、こっちゃってよ、マジでこれね、中 M まで何分ぐらい、30分ぐらいですか、もうちょいやると10分ぐらいないかな、あるか、まあ30分ぐらいぐらいですね、リハめっちゃ調子良かったっすよ、ですか、めっちゃ良かったっすよ、いやちょっともう僕はもう初めて歌ってるんで分かんないですけど、必死だったんです、なんか大人をたち巻き込んで、はい、カラオケして、そう、何も言えない、すごいっすね、これはすごいことになってきたな、ね、いや本当にまだ正直願ってます、結局いや出してくんないんかい、
ここまでやってるわあで、全然いいな、はい、衣装バチバチの状態で終演後の披露を迎えるっていう可能性も、それでも一番こう、誰も傷つけない終わりですよね。いや、それ、まあまあ、石井さんがだいぶ傷つけたまあ、石井さん、メイクさん、スタイリストさんが確かに、傷ついてるかちょっと傷つくぐらい、すっごい編み込んでるからメイクさん、ちょっと必死だから引っ張られまくってません、時間との戦いなの、こんな引っ張られることないですよねまあ、黙ってるけど、まあ、痛いですからそうですよ、はい、必死なんで、ちょっと許してもらっていいですか、時間が、時間さえもあれば優しさも出せる、そうですよね、はい、傷つけ合っていきましょう二人とも傷つきましょう、なんかメイク的にも多分一番時間かかってると思いますよ、今日のメンバーの、今日のメンバー皆さんのメイク時間より割といただいてる方だと思いますよ、確かに、だってあの僕で一瞬押してる時間ありましたよね、メイク僕のメイクのせいで、うん、舞台に出たらやっぱそのね、お金払ってる人たちが言っちゃうっていうのもありますけどね、傾向的には、はい、まあ、最初普通 MC します、はいはい、まあ、マイパス、はい、47本目だねとか言いつつ、はいはいはい、でこの前なんか配信者の方が遊びに来てくれてたんですよ、ライブに、はいはい、って感じで、いや今日ちょっといいっすかみたいな、あそれがまあ今まであったことはあるぐらいの、そうですね、だからオンステはないっすね、なるほどね、あはいはいはい、客席にいてくれてその人ちょっといじってみたいなことはあったんですけど、あのがっつりオンステ&シンガーソングはあんまりあんまない人し頑張ればね、あーすごいことやってる、すごいもう走り回っちゃってる、わ見たい、 なんていうんですかこういうの、モッシュにしたっけ、サークルピッサークル、やばっこんなとこにホニー石井さんがねこういう空気の中誰ですかこいつはこんな人と僕は仲良くできませんこんな人とこんな人がこんな声を歌いたいところ僕は仲良くできませんよ大丈夫ですか、ちょっと爆発です、よっしゃちょっと一応着替えしときますか、あ一応そうですね、そうですね、これノブさんのシャツですか、これはねキットさん、あキットさん、それにいいのか、上にヒロ君のジャケット合わせます、俺は勝手にキットさんのシャツを着ていいのかなまあもうツアーファイナルで、あもう終わりだから、そうですね、いやそういう問題そういう問題ではない、そういう問題ではない、これはどなたの、これは未着用のテレキです、あっユーキットさんのシャツに、まあ、僕のズボン、あズボンでヒロのジャケット、ジャケット、俺こそがツアーファイナルですツアーファイナルを具現化した存在として、いやそうです、舞台に立つ、うわ襟立ってる立ってる、やばいいっすね、マジで俺知ってても俺って分かんないですよ多分客席に一人二人俺知ってる人がいてくれたとして俺だってなんないですか、なんないですね、絶対に、確かに、いやでもかっこいいっすよ、ありがとうございます、いいですねガラガラは、これがオンステージ、うわ怖くなってきた、一旦袖行ってきます、ありがとうございました、ちょっとまた報告します、はい、報告まだ分かんないですから、そうなんです、そうそう、半々なんですけど可能性が両方あるんで、そう準備しとくってだけで、そうそうそう、来るか分かんない、これ MC、 あ戻ってこない、まあ、MC ですね、まだ誰もしてないマイソスクリーン、そしたら俺じゃない、本日が絶対俺じゃない、日本47年の夏の雑数の、ラストになりました、こんなにたくさんの人集まってくれること本当に感謝します、ありがとうございます、ちょっとここからですね、ちょっと待って、あのラストということで、せっかくのライブハウスですし、ちょっとめちゃくちゃにしてやろうかなと思いました、
12、3年もやってるんですが、でも初めての試みやってみようかなと。後半決まってないよっていう話ですね。そうそうそう、この前のセットリスト決めてません。ここから皆さんに曲を選んでやっていただくのかな。メンバーもこのことを知りません。仲間たちがすごいんですよ。も知りません。ツアーファイナルだから、うん、普通決まってるセットリスト決めないから、大人たちがすごい動いてる、そう、みんな走り回ってる。可能性としてよいしようかなと思いまして、僕の友達が一人来てやった、やった。あ、でもね、俺はエミニさんなんですよ。あ、綿棒、綿棒、綿棒ある。水没しちゃった。水没した。激おもろ芸人いじられまくってます。やばすぎる。ちょっと待って、マイクどれですか。あ、いや、あのね、今ね、今ね、ヤモニ取りマイク、マイクありますか。ちょっと待って、元気さんどこ行った。元気さん今ヤモニ、オッケー、あ、取り行った。あ、出るだけ出ましょうか。あとでつけに行きます。音声つけに行きます。つけていいですよ。あ、いいですよ。ちょっと、マイク使ってもらっていいですか。知らない方もやばいと思うんですけども、あの僕らのベストって知ってるよって方もお願いします。マジで？お前やばい。あんまり。マジで？マジで？マジで？ YouTube をやってて、それがですね、あのめちゃくちゃヒロが見てくれてるということで、まあ、ありがとうございます。ね、嬉しいな。沖縄にしてくれてていいな。ありがとう。何言ってるけど、あの過半数以上はお前誰だろうって言ってるんですよ。いや、なんですけど、でもやっぱ僕も誰だろうってね、思われると思ってるんで、ちょっとこれね、サイスさんにいろいろ当てがってもらいまして、この、まず靴が、あのテルさんの靴まず、うん、で、この中、これキットさん、俺もやった俺も衣装で、これ、あのヒロのこのツアーでみんなが着てきた服を着ている。どうも着てない。どうも忘れてない。モルさんのメンタル。やばい。僕こそが今マイナスになってるんで。で、あれですよね。今日はファイナルだから設定数を決めてないと。はい。でも決めてないこと多すぎるんですよ。俺が出ることも本当15分前ぐらいに決まって。ここからスタイリストさんと俺が準備してくれているのを考えています。で、あのスタイリストさんが頑張った結果がこの夏木マリさんみたいな中国館やってるのが違うのかな。さらにでかいのが違うのか。夏木マリさんやってるの。ちょっと我々が決まる時間があるんで、ちょっと飯としてもらってもらってます。え、そんなことない。え、バツないと。
まだ午前中だけどっていう。でも午前中はあるから、その、で、結果ね、本当に12時まで飲むんですよ。あの、全員連れていく人間違えてますよ、本当。おかしな人だから、完全に。終わったじゃないんだよ。もう、実際のメインじゃないんだから。はい、やってください。言っといた方がいいよ、絶対今。ストリークマイライフ。ジェスタントーマン。Is you?おぉ、ゼログラビティ、あ、ギフト、あと全部に手挙げてズルしてる人もいるんでチェックしてください。え、全部手挙げてんの、あ、いいか、すいませんでした。こんなもんか。はい、じゃあちょっと何曲を選択したのでこの中から選んでいきます。アクシデント、何回出てるんですか。アローン。はい、お、すごい、全然アローンじゃない。OK です。11曲あるんで、この中から9曲にしてやります。いいよ、ちょっとボスで聞いてつなげるのもらっていいですか。さよりさよりこんなに振られるなら嬉しいから結構。ありがとう。いや、今日拾ってね。導入としてたんですよ、ね、ちょっとやっぱ、雨ですね、この人はね。やっぱ急にね、知らない人をね、こうやって呼んだりとかするんですけど、めっちゃアホだなって思ってるところがあって、これ、ファンの皆さんも気づいてないんじゃないかなと思うんですけど、あの、タトゥー入ってるでしょ。でね、どっちだったか忘れたけど、指に4ってタトゥー入ってるの。小指に5じゃない、絶対。わからない。絶対1でしょ。絶対5の方がいい。バカなんだよ。数えてみた。面白いだって。優しいな、沖縄。あ、嬉しい。なんで沖縄にいるのか。あのね、東京にいるんだけど、そのヒロがね、仲良くなって、それもすっごい奇跡的にね、あの、マネージャーのルカ君わかる、みんな。そう、そこにいるね、撮ってくれてるんですけど、俺の別荘ってやってる YouTube のメンバーが、新幹線でそれこそ大阪仕事だったの。その時に、たまたま喫煙所でルカ君に会った。で、めっちゃ、うちのヒロが見てるんで、そうなんだって話を、ある撮影で聞いたの。すごいよ、見てくれてんだねって言って、まあ撮影終わりましたって、まあ俺が飲み行こうと思って、俺も同期の芸人が六本木でね、あ、六本木みんな知ってるかな。知ってる。それで六本木のバーに行ったの。でバイトしてるから正直お金ないっすね。だから安い飲ませてくれんのよ、綺麗が働いてるから。で行って飲んでたらガチャンって入って、なんかちっちゃい人入ってきたなと思ったら、ね、と思って、まあ、飲んでたらヒロがバッと出てきて、え、僕らの嘘の、え、一緒そうですよね。で、周りも正直ヒロヒロヒロだなって、ね、で、ヒロだってなってるけど、ヒロが頭ペコペコしてる、あいつ誰だってなってで、一緒に飲みましょうって飲み出して、その時はね、優しかったの。最初は、あ、まあ、まあ、まだかな、もうちょっと、一曲増えそうなんだよ。ってなんだよ。これ最後のメッセージだよ。じゃあ、ちゃんとしゃべるよ。いくよ。ワン、ツー、はい。ワン、ツー、スリー。君の目に花が咲くためにあるのに、私が見つけた声を上げて、君の目に花が咲くためにあるのに、真似してるんですか。歌ってくれたけど、あのメッシュって言ってくれた。ちゃんと聞いてみ、確かに言えないんだけど、メッシュって言ってみて、何だマネーから入れてんの。決めて早く。すいません、いまだかつてなさすぎて、この謝った、ヒロが謝ったぜ。聞いたことないだろ、ヒロの謝罪なんて。ちなみに、ちょっと自慢していいですか。いいよ。ヒロ、皆さん好きでしょ、うん、
俺、ヒロにうちの洗濯物干させたことあります。俺のブリーフを干させたことあります。東京から来たよって人。めっちゃいるな。北海道からもいんの。それはもう全部ツアー見たいから全部のツアー応募してやってんだ。え、結構いっぱい送られたかもしれないってそう、まずいまずい。ヒロ時間ありすぎて嫌われだしてる。バレだしたの。俺の時間がありすぎて、お前がバレだしとかバレだしたの。バレだしてる。バレだしてる。もう決まる。もう決まる。ちょっともう僕らのベストの話としてさ、いやそう、ヒロが本当に見てくれてて、ちなみにさっきもう一回来てるのディスカ知ってる人嬉しい。あ、本当に10人ぐらいいるんだ。ね、そんなもんだよね、割合で考えたら。チャンネル登録してます。あ、マジ？ありがとう。え？今度に会いたい？今度ね、家出ないからごめん。あいつ家から出れないんだよ。ケムリさんは、あの今大阪いる。あの仕事で忙しいんだよ。うん。コンビとかもね、入れてるから。で、テッセイさんって人が放送作家で仕事で忙しいの。俺だけ暇なの。だからいつかと一緒に沖縄来れんの。別荘、ちょっとよかったら今後見てほしいなと思います。そのヒロがあのね、ツイートした日があって、みんなツイッター見てるね、多分ヒロのなんか多幸感に包まれてますって私が見てます。あれ、初めてこの間ずっと見てた別荘に来てくれて一緒に動画撮ったの。その撮影の帰りに多幸感に包まれてます。かわいい。ヒロがもうちょっと俺でもいい、なんかいや、すごかったもんね、あの日ね。マジで別荘4人でやってる YouTube なんですけど、うん、もうこの4人に会えたときめちゃくちゃダウンタウンで嬉しかったもんね。私で興奮しまくってすごかったもんね。初めましてのときもすごかったからね。ある程度ね、偉い方というか年上の目上の人もいる中、いつもね、そう、いつもね、いや言わなくていいだろ。いつもにはタメ口でって、俺には敬語でって、うん、もう決まったから下がってもらってもいいよ。あの曲みんな楽しんで、ありがとう。ありがとう。ありがとう。引き込めない。はい、決まりました。フェザリスト、お願いします。本当に本当になんか地方では人気の司会者みたいな。知らないけど、まあ、こっちの地方だと。シーンってして。地方ラジオのね。そう、MC ね。そうそうそう。いやいや、すごい。ありがとう、マジで。いやいや、こちらこそ。マジでありがとう。いやいや。すみません。ないつつなぎだって。あんな無茶ぶりだもん。すみません。いや、アイマンメスはさすがに笑った。でも。よかった。あの、本番のアイマンメスで呼ぶのかなと思って。いやいや、俺、本当に。絶対呼ばない、絶対呼ばないと思って。いやー、疲れた。いいとこにお邪魔させてもらっちゃったわ。終わっちゃった。終わりましたね。ラストライブハウスでよかったね。間違いない。本当にそうだ。めっちゃ獲物だった。俺一人でちょっと泣くさまってたしな。リバイバー結構来てた。リバイバー、リバイバー来てたよ。リバイバー、リバイバー、リバイバー、違う違う、俺不可逆リバイバーの流れが不可逆で前回の47蘇ってきて、なんか確かにリバイバーみんな見てた。みんな翔平のあのスタビット見てて、俺スティックコールドだけなのかと思って、ずっとスティックコールド。違う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 、そんなか聞こえないの。なるほどね。俺なんか俺手の皮めくれたんだと思ってた。違う違う違う、いやそんぐらいだと多分翔平やるとやりきると思う。ずっと入んねん、あの穴に指が震えてて、やばいやばいやばいって聞こえて、あっダダ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 ダ。まあそうだよね、あそこの決めなかったらマジきついもんね、作業は。俺震えた、あそこ急に冷静だったもん。もうあそこまで上がってる。ちょっと待って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 、今のメモなのみたいな。それとは俺のね、中 MC のね、あの4のね、数字ボケみたいなやつ、ね、うん、ね、あそこちょっとね、もうちょっとこう詰めてできればよかった。やってるやつ。うん、やってる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。